来た来たぞ兄ちま。どうもお久しぶりっす、ジンさん。ジンさんのせいで、あ、いや、ジンさんのおかげで超有名になりつつある兄ちまです。いきなり島半分凍らせちゃうとか怖いんすけど、じいさん。うるさい、その軽口耳障りだ、黙れ。っていうか、じいさんいつもいきなり来るから心の準備ができないんすよね。てか、きっとこれからそんなに気軽に来れなくなりますよ、こっか。何をわけのわからないことを言っている。あ、もしかしてジンさん知らないんすか。何をだ。ちょっとこれ見てくださいよ。イカルガウォーカー最新号っす。それのセンターから島特集だっすよ。早く見てくださいよ。どうしたんすかジンさん、早く見て。痛い痛い、弁慶の泣きどころ踏まないで、痛い。兄さんを出せ。え、貴様と口を聞くのは3秒が限界だ。早く僕の兄さんを出せ。相変わらず兄さんラブですね、ジンさん。早く出さなければこの辺り一帯を氷漬けにしてやる。ストップストップ、わかりましたよ、もう。ん、ったく、マジで相変わらずだな、ジン。兄さん、雪姉さんを構えるなっつの。いいから話進めんぞ、イカルガウォーカーを見ろって。ああそうだったね、ごめん。兄さんの顔見たらつい殺したくなっちゃって。うん、見てみるよ。はな、なんだいこの記事。ここが兄島のリゾート開発計画。これはどういうことなんだ兄さん。さっき島の野郎がチラッと言ってただろ、気軽にここに来れなくなるって。実は兄島はな、すでに世のものとなったサヤ。なぜここにサヤが。兄島は僕の残留思念でたくさんの兄さんしかいない島になっていたはずじゃ。そのような時代もあったか。しかし時間ってのは常に流れてるもんだろう、ジンジン。神楽まで、兄さんこれは信じられねえだろうけどよ、今この兄島は鞘のもんなんだよ。で、神楽と組んだ鞘はここをイカルガ一のリゾート地に開発しようとしてんだ。悪いな、ジンジン。なんだと、一体どうやってこの島を。ジン・キサラギ、無力な犬は物の手に入れ方も知らぬのだな。飼い主の指示がなければ何もできぬか。金だよ、ジンジン。帝様は金で買ったんだよ、ここを。な、売ってたのか、いつの間に。どうやら兄島のやつが自ら不動産屋に依頼したみてえでな。金で買えたのか、だったら早く買っておけば。僕としたことが、クソクソ。うわー、
聞くくらいすげえ悔しがってる。僕が買い取ってさっさと私有地にしておけば。ま、今さら言ってももう後の祭りだ、ジンジン。神楽の言う通りだ。この島のことは諦めるがよい。ま、縁がなかったっつうことで。ふざけるな。兄さんと僕に縁がなかっただと。そんなことあってたまるか。僕と兄さんはつながっている。兄さんを殺すのは僕だし、僕を殺すのは兄さんだ。ジン、てめえの気持ちはもう十分に伝わったぜ。けどよ、もういい。少し休め。つか落ち着け。わかったか、ジン。わかったよ、兄さん。わかってくれたか。勝負だ、サヤ。全然わかってね。ほう、勝負。よとそなたがか。ああ、僕と貴様、どちらがこの兄島にふさわしいか、はっきりさせようじゃないか。でもよ、どうやってだ。何で勝負すんだよ。心だ。心？ん、悪い、どういうことだ。兄島は来た者の心を全て暴くしな。ならば今この瞬間、どちらの心により兄さんへの思いが詰まっているかで勝負だ。いや、ジン、お前さ。よかろう。乗った？へえ、まさか帝様が乗るとは。たまにはゲビた遊びに付き合ってやるのも良いかと思うてな。そのイラつく薄ら笑い。ちょっと待った。なんだよラグナ、盛り上がってきてんのに。一応説明しておくとだな、兄島はかつてのジンの残留思念によって結構いろんなとこで俺、つまりラグナザ・ブラッドエッジが繁殖しまくってたんだが、まあいつまでもそれじゃあれなんで、なんとかジンのねちっこい思念をコントロールして、今やっと俺一人のラグナが出現する程度に抑えてる状態なわけだ。そんな面倒くさいことしなくても島中兄さんだらけで全く問題ないのに。いやいやいや、島的には男よりも女であふれかえってほしいっつうのが本心なわけ。兄さん、今なんで、何でこの島をあふれかえさせたいと。女だけど。女。まあそりゃそうだよな。綺麗な姉ちゃんのピッチピチビキニとか見てえもんな。兄さん、だからサヤに魂を売ったのか。いや、売ったのは土地の所有権。だからサヤの上陸を許したのかい。まあオーナーだしな。うお、地面凍った。どうやら僕の知らないうちにこの島にはたちの悪いウイルスが蔓延してしまったようだね。なんだよその解釈。兄さんが女なんてくだらない思考を持つようになるなんて、悪い病気にかかってるんだよ。ジンジンの脳内補完が炸裂だな。つか、俺は普通に女が好きだからな。僕が兄さんを正気に戻してあげるよ。正気じゃねえのは明らかにお前の方だけど。さあ、さっさと勝負を始めようか、サヤ。もたもたしていたのはそなたであろう。要はいつでもよい。ああ、兄さんはそこにいてね。え？消えなくても
ちゃんと別の兄さんを出現させてみせるから。せっかく島の野郎が苦労して抑えてるジンジンの思念を全部解放する勢いだな、こりゃ。マジか、ちょ、そりゃまずいって。おい、行くぞ心のランキング。はぁ、そんなランキングの出し方だったっけ。ここジン・キサラギランキング第3位。お前これ腕切り落とされた時の俺じゃねえか。その通りだよ兄さん。僕の今回のランキングは幼少期の可愛い兄さんランキングさ。てめえの可愛いの基準はどこなんだよ。今にも止まりそうな息遣い、僕を睨みつける目、血にまみれてぐちゃぐちゃになったその体、全てが可愛いよ兄さん。うん、ひねくれてるね。さあどうだサヤ。稚拙な思念よの。なじゃねえよ。そなたのラグナザ・ブラッドエッジへの思いに関しては世も目を見張る何かがあると思っていたのだが、ジン・キサラギ、所詮はそなたもそこの浅い下等な生き物であったか。そこが浅い確かに幼い頃の兄さんは浅い考えもいいで、そのせいで死にかけた。死にかけたのは主にてめえのせいだろうが。つうか、なんで俺をディスる方向に話をすり替えてんだ。だがそこがいいんだ兄さんは。そなたの言ういいとはどのような良さだ。どういうことだ。いうことか。何を言っている。その問いの答えは世のランキングで知るがよい。ならば貴様のランキング見せてもらおうか。よかろう、カグラ。ん、俺？世の代わりにうなれ。え？世がジン・キサラギのようなゲスな声を上げるわけにはいかぬ。早くうならんか。うならねばランキングは出現しないのであろう。いやだから、そんなシステムだっけここ。あったよ、やりゃいいんだろやりゃ。リゾート開発が済んだらムチムチボインな姉ちゃん山ほど紹介するって約束忘れんじゃねえぞ。んな約束してんのかよ。じゃ行くぜ。ミカドランキング第3位。なんだこの肌。兄さんのうなじうなじ。そうだ、しかもこのうなじはブレイブルー発動直前のうなじ。そうなの？そんな切羽詰まった時のうなじ。その通りだ。当たってんのかよ。俺自分でもわかんないけど。なんだこの良さは。どうだジン・キサラギ、この良さ、そなたがランクインさせたラグナザ・ブラッドエッジの良さとは格が違うであろう。何どう違うの。つか、なんでラグナの同じでこんなジンジンがダメージ受けてんの。いや、なぜかの理由は分かんねえけど、ジンってやつはこういうやつなんだよ。どうしたジン・キサラギ、もう己の敗北を認めたのか。まだ世は第3位を出しただけだぞまだだ、
確かに想像の斜め上を行く3位に少々心を乱されたが、まだ勝負はこれからだ。行くぞ。はあ、ジン・如月ランキング第2位。ノンレム睡眠中の兄さんだ。なんか普通の寝顔きた。逆に怖え。普段はあまり熟睡しない兄さんが一瞬だけ落ちた時さ。なんだそれ、どうやってわかるんだよ。僕ほどのラグナーになると顔の筋肉のわずかな振動で押し量ることができるんだよ。いや、その前に今さらっとラグナーってなんだよ。ラグナーって。ふむ、さすがはラグナー第一人者。さやも言い慣れてる。だが世の2位の足元にも及ばぬ。ふざけ。神楽よ、うなれ。まったかよ。くそ。ミカドランキング第2位。ん？これさっきのジンジンの2位のラグナじゃ。兄さんのエクボは？エクボ？どこが？つか俺エクボキャラじゃねえだろ。愚かだとは思っていたが、それほど愚かだとはな、ラグナザ・ブラッド・エッジ。ああ、そなたはエクボキャラだ。はあ、そうだよ兄さん。あ、いや違う、このタイミングで伝えるはずじゃなかったのに。兄さんが実はエクボキャラだってことは、もっとずっと最高のシチュエーションで僕と二人きりの時に伝えようと考えていたのに。なあカグラ、俺エクボ出る？ちょ、笑ってみ。え、うわ、出てね。エクボのエの字も頬はへっこんでねえけど。ちぃ、これだから素人は。カグラ、そちの目は節穴か。そこ、口角の 2.8 ミリ先の部分にわずかなくぼみが存在しておるだろう。それがラグナザ・ブラッド・エッジのエクボ。通称ラグボだ。ラグボ？ラグボを2位に持ってくると、く、よい、よすぎる。その素直な反応、心では否定しているが魂は世のランキングに共鳴している証拠だ。認めたくはない。だが、だが確かに良い。邪念の一切絡まぬ良さ、それこそが真実の良さだ。理解できたか、ジン・キサラギ。ああ、悔しいけどサヤのおかげで目が覚めたよ。良いものは良い。兄さんいいよ、兄さんいい。サヤ、早く1位を、ランキング1位を発表しろ。おいおい、ジンジンの興奮が止まらなくなってるぞ。つが、これって勝負的には完全にサヤの勝ちってことじゃ。うおー、兄さんが爆発した。島の者の仕業だな。あ、そっか、あのラグナは兄島が作り出したラグナだったっけか。でもなんで急に爆発したんだ。用が済んだものは即退場のルールが発動したというのか。なぜ勝負の邪魔をする、島の者よ。えいやー、突然すみません。
貴様どういうつもりだ。勝手に兄さんを爆発させるなんて。ちょっと待った陣さん、それにオーナーの帝さんも。何やら様子がおかしいようだね。そうなんですよ。いや、あなたたちがさっきからラグナザ・ブラッドエッジに対する濃すぎる思念を島中に注ぎ込むもんだから、注ぎ込んじゃうもんだから。なんだこの音。何やら足元が熱くなってきた。そうなんです、お二人のたぎる思念のせいで島全体が発熱し始めて、でその熱で溶け始めて、やべえぞ、あっちこっちドロドロになってきやがった。島内部の急激な温度上昇による液状化が。あった、このまま島にいたら俺たちも溶けちまう。逃げるぞ二人とも。そう焦るでない、すでに救助のヘリは呼んである。さすが帝様、抜け目ねえ。よし乗るぞ、ジンジンも早く来い。勝手に出ていく、僕は残り。はぁ、何言ってんだよ。僕がいなくなったら誰がこの島のリゾート開発を阻止するんだ。というか兄さんへの情熱で溶けた島と共に死ぬのなら本望。これで僕と兄さんはやっと一つになれる。本当に何言ってんだジンジン。で帝様は何笑ってんだよ。くだらん、ジン・キサラギ、そなたが語っておるのは理想にもなれずに朽ち果ててゆくただのくだらぬ妄想だ。しかしほんの少し世を楽しませた妄想であったのも確か。よかろう、買い取ったこの島の所有権は放棄してやろう。なんかジンジンの熱い思いにほだされたみたいに言ってるけど、単にもう兄島使えないって判断しただけだよな。見せてみよう、そなたのクズのような妄想の終焉を。サイ、まさか貴様にクズと言われるとはな。あジンジン、もう結構足元が埋まっていっちゃってるよ。熱くねえのか。熱い、だがそれもまた良い。もっともっとだよ兄さん、もっとちょうだいよ兄さんの熱さ。ああ、ゾクゾクするよ溶けた兄さん。ジンジン。構わなかぐら、見ろあの幸せそうな顔を。笑ってる、すっげえ笑ってる。ジン・キサラギ、良い顔だ。いやいやいや、ドン引きだよジンジン。兄さん、これでこの兄島にはもう誰も入れない。永遠に僕のものだね兄さん。